のアイトリアの3チームの表彰がありましたら、バッターでエントリーしておりますので、よろしくお願いします。3枠は100円となっております。はい、こんばんは。そうですね、ちょっと音ざらついてるかな。はい、1P の方はそうですね、破天荒さんですね。 2P 側の本田は草さんですね。今日はまだちょっと集まりが悪いみたいなので、ちょっとまだ少なめですね。音が言ってるな。あ、いろはさんはまだいらしてはないです。で、今喋っているのは定員ですね。ポセトのバランスとかも何かありましたら言っていただければ直しますので、よろしくお願いいたします。
とりあえずそうですね、イベントに関しましてはもうしばらく待つ感じになりました。参加者が今現在少ない状況なので、もうしばらく待ってみて、まあ、参加者次第で、まあ、何かやる形にしようかなと考えております。こんな感じでよろしいでしょうか。ちょっとゲームの音を下げましたが、こんな感じでよろしいでしょうか。どういたしまして、
Go!
参加者がいなくてどうしようかなっていう感じですけど、自分があんまり X レート親しくないので動向がわからないので先月やった時は9時ぐらいになんかちょろちょろっと集まってきた感じなんですけど、7時で早すぎて来れないのか、お父さんしているのか難しいところです。すいません、ああ、はい、ただいまですね、ちょっとまだ参加者が集まらないので少しどうしようかなというふうに話していたところなんですけども、イベント自体は何かしらやろうかなとは考えておりますので、何かしらはやろうかなと考えてはおります。
とりあえず参加者が3人集まりましたので、まあ総当たりで2先か3先ぐらいでは最低でもできるっていうことになりましたので、そうですね、遠いとやっぱりさすがに来づらいですからね、まあ、大きなイベントの時とかはぜひぜひね、遠征とかで遊びに来てくれるとありがたいのでよろしくお願いいたします。とりあえずずっと待っててもらちは開かないので、いつかまあ霧のいいところで、はい、決断を下しますので、ただ参加者は3人集まりましたので開催自体はできると思いますので、まあイベントはちゃんと行いますので、配信をご覧の皆様ご安心くださいませ。
はい、それではですね、そろそろ大会の方、ちょっと早いですが始めていこうかなと思っております。今回は3人ということなので、総当たり3先で行いますかね。総当たり3先で行いますのでよろしくお願いいたします。そちら終わりましたら始める形を取らせていただきますので、ちょっとセッティングっていうかあれですね、クレジットボタンとテストボタンないしを作らないといけないので、ちょっと中開ける感じになりますので、you
Oh!
あ、はい、大変長らくお待たせいたしました。スパソ X 大会を始めていきますのでよろしくお願いいたします。本日は大会参加者が3名ということなので総当たりの3先で行いたいと思います。で、キャラクターはエントリーの時に書かれたと思うんですが、その今回はそれなしで、あの好きなキャラクター使って構いませんので、かぶせても OK ですし、かぶせなくても OK ですし、好きなキャラをお使いくださいませ。で、先に3回勝ったら次になりますのでよろしくお願いいたします。ではまずは上から草さんと破天荒さんでじゃんけんで筐体決めてよろしくお願いいたします。さて、ワンピーが忘れるが、これは草さんの竜ですね。2P が座るが、あ、失礼、破天荒さんの竜ですね。で、2P が座るが、草さんの S ホンダ。張り手が強くて、波動拳でパラって、灼熱、ファイヤー、波動拳で飛んでかわして、波動拳を軸に、寄らせない立ち回りだが、飛びが取って、張り手、強いパンチで追っ払う。世代パンチで追っ払うが、張り手が強い。画面端から逃げられない。さあ、ここは100コンプションが当たる。ドスコイから、さあ、めくって、ラウンド取っていくのは草ホンダですね。あ、ちなみに勝った場合はキャラ変更不可という形になりますのでよろしくお願いいたします。負けてもキャラ変更、勝った場合はキャラ変更不可でございますのでよろしくお願いいたします。さあ、飛びが通って、まず一本取っていくは草ホンダ。さあ、再び竜ですね。さあ、このホンダで切り崩さないと次のキャラが出てこない。もちろん同じキャラを何度使っても OK ですのでそこは問題ございません。さあ、飛びが取ったが追っ払ったが、張り手が強い。ダイヤしてこい、対空しっかり昇竜拳で上。さあ、ここで着火から昇竜拳さあ、まず取っていくは破天荒竜。さあ、どうすこい、突っ込んできた波動拳。さあ、コツが漏れたか。さあ、ダイヤして対空、灼熱、波動拳は踏んでしまう。波動拳重ねて100巻はダイヤしてとかして、ファイヤー、波動拳ダイヤしてしっかりとお手本のように飛ばせ落とそうやっていくが、ここで頭突きヒットからの、さあ、張り手、さあ、中パンチで追っ払って、ここは飛びが通ってるが、またしても昇竜拳。さあ、これで1-1になります。さあ、今度もホンダだが、これは X ホンダですね。さあ、波動拳、さあ、勝利拳はさあ届かなかった。百裂されてどうすこい、波動拳、百裂、張り手が強くて画面端から抜けれない。ファイヤー、ここで頭突きにファイヤー合わせて波動拳から、波動拳は鬼無双、しっかり合わせてきた。さあ、ラン取っていくは草 X ホンダ。どうすこい、頭突きから、さあ、両者打ちだがダメージがすごい。ダイヤしていく、波動拳はここでジャンプの出掛かりに当たってしまう。波動拳を軸に再び立ち回っていく破天荒竜。対して張り手に波動拳が当たってしまう。ダイヤし打ったが今度は当たらなかった。さあ、ここで命拾いした感じ。さあ、ここでまたしても頭突きに波動拳を押されて、波動拳ダイヤしていく。さあ、今度は後ろから頭突きを打ったが飛んでかわして大パンチと。さあ、1-1、さあ、最終ラウンドになるのか。
若干当たってしまう。さあ、昇竜拳で返していく。波動拳からの、波動拳、飛んで出して、チーパンチ、張り手が強い。頭突きからめくって、おーいちょー。先にリーチかけるは、草さんですね。さあ、最後も、竜で。さあ、開幕、相打ちからスタートした対戦、ラウンド1。さあ、頭突きはしっかり昇竜、合わせていく。波動拳、波動拳、ダイヤしてこい。しっかり対空、波動拳、波動拳。どうすこい。波動拳、波動拳と、足しだけか。空振ってしまうが、ここは、波動拳。しっかりと遅いやつを打っていた。ラウンド2、開幕、ファイヤーから。後ろに下がってファイヤー、波動拳、波動拳と。ホンダはそれを何とかかいくぐって近づきたい。さあ、この場合は今は張り手が美味しい位置で当たってめくりガードからの昇竜拳ガードして焦がして、だがここは波動拳で割り込んでいった。波動拳、波動拳、波動拳、波動拳。さあ、飛びが取って張り手から張り手、波動拳、波動拳は鬼無双2発目で昇竜拳をして、波動拳、波動拳、波動拳と。またしても、さあここで張り手が当たって、真空は百貫でしっかり潰す。さあ、最終ラウンド、ラウンド3。さあ、勝利の隙に頭突き当てて、さあ、中盤、当て投げ、さあ、竜巻はバレは全部ガードして、さあ、ここで、投げてからの、百貫落とし、勝ったのは草、3-1 で勝利。では、破天荒さんと、バーチさんでお願いいたします。じゃんけんで筐体決めてください。さて、ワンピーガオサルがバーチ、エクスパ、バイさんですね。対するは破天荒。さあ、グランド。さあ、波動拳、波動拳はヘッドで抜けていくが、グランドから飛びはしっかり昇竜拳。さあ、後ろからダイヤシ、ダイヤシから鎖骨。さあ、まずは破天荒竜が1本取って、グランド2、軽く飛びが取って中パンチかな。さあ、ヘッドを合わせていく。グランドから中足を追っ払って、ヘッドは見てからダイヤシ、さあこそ相打ち。グランドから飛びはしっかり昇竜拳、ヘッドで返して、さあこの位置は両者相打ち。だがすごいノックバックだ。昇竜拳のスカリに何もいられないが、さあここでクレイジーが前段ヒット。画面をよく見ていた。この一発はやはり怖い。さあ、最終ラウンド、ラウンド3。さあ、開幕投げからの画面端での波動固め。さあ、こかしてグランド。しかし、波動拳はヘッドに抜けて、ダイヤシャガードしてるが、ここで昇竜拳ヒット。めくりが当たっているが、投げが正面だったが、大きい攻撃をついていたぞ。さあ、ここでシンク。まずは破天荒竜が一本取っていく。さあ、2戦目ですね。さあ、開幕ダッシュストレート。さあ、グランドヒットから、さあストレートから固めていく。さあ、両者技空振りに対して、セットで波動抜けられない。ちょっと遅かったか、いや早かったのか。さあ、後ろに出てしまった多分ヘッドモレー。鎖骨からダイヤシャアッとしない。昇竜拳上はしっかり見えている。さあ、ヘッドの隙に投げて波動拳、波動拳、竜巻旋風脚。さあ、ここで中足をこすっていた。さあ、ラウンド取っていくわ、破天荒。ラウンド2、さあ、中足、中足、中足と。
飛びは昇竜拳しっかり上も見ながら中足をして地上も空中でも近づけない。大足こうして波動拳波動拳ヘッド抜かして、大足昇竜拳波動拳と、さあこれをどう切り崩していくか。進化動は前段ガード、鎖骨はヘッド打っていく、投げていく。さあここからどうなる。グラウンドから中足中足、ここで破天荒2連勝。さあ 2-0 となってしまった3戦目開幕ダッシュストレートドンピシャ。グラウンドから壊して固めて、グラウンド固めて、そこの画面端の余興、もうゲージも溜まって、さあしっかり見ておりました。波動拳にクレイジー。さあラウンド取っていくはバーチバイソン、しかし波動拳。さあグラウンドから、さあ波動拳まだ打っていく、打たなきゃ竜はやっていきません。さあここで大将スコアにヘッドが当たる、よく見ているのか、たまたま当たったのか。さあ投げは受け身なし、ストレート。さあこれグランド、グランド飛びはしっかり昇竜拳、波動拳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 。さあクレイジーはさすがにちょっと遅かったか、だからガードしてるが飛んでるところに波動拳が当たって、真空波動拳削り倒して取り返す破天荒。最終ラウンド、さあ中足でダッシュを止めていった。さあ飛びから投げていく、さあどうする、あっパスかし投げ、さあどうする、グランドヒット。さあここは昇竜拳で返していく、飛びが取って竜巻旋風脚。さあ分からなくなってきたぞ、中足ヘッドから投げているのは竜だった。勝ったのは破天荒、3-0 で勝利です。では最後ですね、草さんとバチさんお願いいたします。じゃんけんで筐体を決めちゃってください。さあこれが最終試合になりますね。草さんが勝てば文句なしの優勝、バーチさんが勝てばもう一巡って形ですね。さあ今度出てきたのは DJ。 さあここはスラッシュエアスラでこっちを来るなと牽制していく、ヘッドでかわして飛びが通っているか。さあしゃがみ中キック、しゃがみ大キックとこっち来るなと打っていく、エアスラと中足と大足だけで。そうですね、破天荒さんは2戦目勝利ですね、バーチさんに勝っております。さあヘッド押していく、さあグランドから、さあここで固めてグランド、さあ飛びはしっかり落としていった、ヘッドでエアスラかわしていくが、ダッシュは褒めている、ヘッド打つもそこにエアスラが置いてあってる。さあどうなる、要塞のような立ち回りになってきている。さあここで大足、さあここはしっかりと体育出ている。さあめくり通して最後当たらない、エアスラ、さあ距離を離したエアスラ、前に歩いていった。さあまず一本取っていくわ草。さあ2戦目になります、バイソン DJ。 さあヘッドから焦がして、さあここは中キックだったかな。さあヘッドが当たる、ヘッドの打ちどころが非常にいい感じ、ダースヘッドのほとんどが当たっている、投げている、飛びから投げ返している。さあここはマシンが漏れてしまったか。さあヘッドに透かして飛びは、さあ潰していった。さあクレイジー、さあまず1本取っていくはバーチバイソン、ヘッドを使ってエアスラを的確にかわしていくが、かわしたところにしゃがみ大キックが置いてある。固めて固めて、さあこかして、さあ飛びが取って、
突っ込んでいったが、相手は目の前にはいない。突進は止めて、上もしっかり出て、そこからスパゴンフィニッシュ。さあ、こかして、大きい攻め、表でした。こかして、エアスラー攻めから、エアスラーへ。さあ、飛びで、さあ、対空、大キックを潰していった感じですか。そして、投げたー。さあ、っという間に草2連勝。さあ、3戦目。さあ、開幕、通常技置き同士のなった形。ここはジャックナイフで移動していった。さあ、固めて、硬化して、飛びが取って、さあ、近づいていく。そして、エアスラー、エアスラー、対空からのエアスラー、繋がっている。エアスラーじゃねえや、ダイヤシか。スライディング繋がっていた。さあ、開幕、突っ込んでいったが、大きい技に負けて壊されてしまう。さあ、だが、こちらを壊し返して、さあ、ジャックナイフ打ったが当たらない。投げていって、さあ、すかしても狙ったが、ちょっと失敗。エアスラー、エアスラー、ヘイトに抜けて。さあ、ヘッド抜けて。さあ、ヘッド抜けはバレてきている中、なかなかそこは決定打にはならない。で、一角抜けて、さあ、ここでクレイジー打ったが、当たってくれない。飛びはしっかりと落として。コンボし乾燥からのさあつなげられない。さあグラウンド焦がしてどうなる。飛びが通った。とっさに耐久出なかったか。さあ取り返してラウンド3。さあ飛び、さあ的確にファーストアタック取っていった。いやさら飛びが通って、さあ追っ払って焦がして、さあ投げを狙ったが、だがしか焦がしている。飛びからさあ、こうです。ダッシュストレート。手放して、ヘッド。ヘッド。飛びから、さあ、スライディング。さあ、ここは、潰されていく。エアスラーを踏んでしまった形か。飛びの出かけに当たって投げて、まだ生きている。さあ、ここから、ノブリッジのガードしていたか。エアスラーが強かった。3連勝で草選手の勝利です。おめでとうございます。優勝は草さんになります。おめでとうございます。それではですね、ちょっと一言お願いいただけませんでしょうか。3人ですけど、優勝のコメントをいただきたいと思います。まあ、何よりも緊急的に参加してもらったバチさん、ありがとうございます。これを機にまた X やってもらえたらありがたいと思うんで、まあ、ちょっと今日はX で何人か新潟に遠征行っちゃってるんで、ちょっと人数少ないなとは思ってたんですけど、まあ、まさかこんなとは思ってなかったんで、ちょっとね、これを見てる X 勢の方はちょっとぜひ次回はお願いします。式で大会やりましょう。ちょっと俺も金曜日とかは式行ってないんですけど、まあ、土日はゲーセン行くようにしてるんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。で、次回の開催ですが、もう日程決まっておりますので、はい、11月の27日でございます。よほどのことがない限り変更はございませんので、ご安心ください。で、あとはですね、毎週金曜日に対戦会がありまして、最近ではなんか特殊な大会も始まっているようなので、そちらにも興味を持たれた方がおりましたら、金曜日、デートなしきいらしてください。8時頃に来れば大体絶対参加できるみたいな形なので、まあ、花金ですね。週末の金曜日、ぜひぜひデートなしきで X を楽しんでいってください。よろしくお願いいたします。それでは、また来月ですね、11月27日に、お会いいたしましょう。お疲れ様でした。配信の方はね、もうしばらく続けていきますので、よろしくお願いいたします。で、余ったクレジットはそのまま使って構いませんので、よろしくお願いいたします。で、クラさん、後で、お写真の方。
Round 2, fight!
あ、はい、すいません、配信の方はそろそろ終わりにしようと思います。長い間見て、配信、ご覧いただきまして誠にありがとうございます。次回は11月、27日になりますので、その際はよろしくお願いいたします。あとは毎週金曜日に、スパーツ X 対戦会もございますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。本日は、配信見ていただきまして誠にありがとうございます。